虹の橋第一部。僕たちはお空に行くと、天国の手前にある虹の橋に行くんだ。そこはいつもとても暖かくて、病気も治って元気な姿になれるんだ。お腹も空かないし、他の友達とたくさん遊べる。ただあなたに会えないのがとても寂しい。だから待っているよ、あなたに会えるまで。虹の橋第2部。生前愛を知らないままお空に来てしまった僕たちは、飼い主を待ってる仲間が羨ましいんだ。生きている時は寂しさや苦しさ、空腹や恐怖ばかりだったけど、仲間がね、教えてくれたんだ。君にも素敵な愛に出会えるって。生前に動物を飼ったことがなく、苦労ばかりの生活をして愛を知らずにここに来てしまった人、地上では巡り会えなかったけど本当は出会うはずの運命だった人、そこで二人は出会い、苦しみも悲しみも忘れて一緒に虹の橋を渡り、幸せに暮らすんだよ。虹の橋第3部。虹の橋の入り口には雨降り地区があるんだ。飼い主の涙が降り続き、とても寒くて寂しい場所。僕たちは飼い主の悲しみをずっと感じて心が痛い。どうか悲しみにとらわれないで、悲しみや命の儚さを伝えるためだけにあなたの元に来たんじゃない。悲しみを伝えるだけに来たわけじゃない。僕たちと過ごした楽しい思い出を思い出して、それでも寂しい時は目を閉じてみて。虹の橋にいる僕たちが見えるはずだよ。あなたの涙が止まらないと僕たちは虹の橋に行けないんだ。時間がかかってもいいから、僕を雨降り地区から出してね。虹の橋で楽しく待ってるよ。